はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョモランマタケシです。今日も元気に NBA2K21 でもやっていきたいと思います。普段はね、2K モバイルの実況をメインしておりますけれども、今度9月4日にですね、私もすでに予約しておりますけれども、2K21 が出るということで、今日はね、事前にこの体験版が、プレイできるということで、こちらの方の実況をやっていきたいと思います。お願いいたします。チョモランマタケシの NBA TV。 はい、では早速やっていきましょうか。えい、おー、かっこいい。デイミアン・リラードが、ロゴというかカバーだね。お、プレイできますね。いきましょう。うーわ、始まった。でね、デモ版はもちろん、まあ、体験版なんで、すべてがプレイできるわけじゃなくて、いろいろ、まあ、特定の限定されたやつができるんですけれども、その辺をちょっと詳しくまだ見てないんですけど、見ていきましょうか。おお、始まった。おお、なんだ、何ができるんだ。クイックマッチか。残り5試合。5試合だけできるのか。これは練習でしょ。チームビルダー。これは購入ページかな。何からやろう。ちょっとクイックマッチ覗く。何ができる、何が選べんの。ああ、4チームだけ選べんのかな。オールタイム、セルティックスか、現在の LAC、現在のミルウォーキー、で、レイカーズと、ボストンのクラシックチームってことか。じゃあちょっとやっていきましょうか。じゃあ私はクリッパーズで、まあ仮想ファイナルということで、仮想ファイナルということでね、これでやっていきましょう。俺がクリッパーズにしようかな。やっていきましょう。ラインナップ変更できる？ラインナップどうしようかな。まあ特にいっか。あ、この辺もいいでしょう。まあこの辺まではまあまだ 2K20 とそこまで変わりはないですけれども。おお、やば、始まった。観客がいるんだね。バブル仕様じゃないんだ。まあ観客はいた方がいいですけどね。 いたに越したことはない。じゃあ仮想ファイナルということで、多分 2K21 の方も仮想ファイナルはこれだろうと予測してこれのラインナップを用意したんだろうね。うわー、体験版なのに6分もできるんだ。やべ、ちょっと待って、ふざけんなおい。いきなりやられたんだけど。っていうかね、アングルが俺のカメラの、あ、変えられる？これだね。これなんで、これに直します、一回。うわ、懐かしい。あ、まあ、全然、変わんないわ。あ、変わった！メーターが変わってる。メーターが変わってるぞ。じゃあ 2K モバイルのメーターもあんなるのかな。この辺は変わんないわ。お、あ、ちょっとでもね、シュートメーター慣れねえわ。それは慣れないよね。やべ、やられた。めっちゃボコられてんだけど。なるほど、ちょっとメーターが慣れないね。OK、いいんじゃない ?OK。でも真ん中に来たら、今イエローショットだったけど、多分グリーンショットになるんだよね。OK、ここから逆転していくぞ。うわ、やべ、やられた。なんかディフェンスがむずいな。うわ、やべ、100% 止められた。勘弁してくれよ。うわ、やべ、おしゃれなパスやられたし。やばい、やばい。いけ。オッケー。
っていうかさ、ダンクいかないんだ。あれダンクいかないの。やべ。オッケーナイス。ブロック。速攻。逆逆。うわーやられた。やばい。カバーが。カバーが追いつかないよ。うわスティール。オッケー。ちょっとやっぱシュートがちょっとむずいっすね。やっぱ慣れなんだけど。オッケーナイス。そこ。うっそ。どっち？バックスボール？マジ？お、なんかリプレイの感じも変わってる。グラフィックどうだろうな。グラフィックまあそこまでその20とは変わらないとは思うんだけど、そこまでね。うわそこまで、うわすげえ。まあもう 2K20 でもうほぼほぼねリアルだったから。シャメットダメ。やべ、ダブルスコアだよ。デポイ。オッケー。ルー。うわ。もう一回。ハレル。あー嘘。やばい、ディヴィンチェンゾ。うわーやばい。まあそれはタイムアウト取るよ。流れに乗っちゃってるもん。ジャマイカルグリーン出てきた。いけるか。これメーターが一時出る。あれダン？あれ20の時メーター出なかった気がしたんだけどな。このゴール下のダンクとかドリブルシュートに関しては。うわーグリーンショット。シュッ。でもねめちゃむずい。なんかやっぱメーター、これまあ慣れなんでしょうけどね。あ、てか変えられるのかな、このメーターのモードとか。まあでも今カメラしかないもんな。まあとりあえず変えられないってことで。ファール。あ、フリースローなんかもやりたいよね。やべ。やべ。エアボったんだけど。チェック。おっしゃ。前バス、前出す。レジージャクソン、ドライブ。出す。ハレルの3。ちょっと待って。ダブルチーム。おっしゃ。はぁ？嘘。スリーポイント、プレイ。We're seeing some fireworks from them already. They established the pace. They made shots. Okay, おっしゃ。速攻。Marvin Williams has checked in for the Bucks. 今パスをせ。Okay. It's good. Yes, sir. よし、こっから。こっからです。まだね、全然10点差なんてね、全然追いつけるから。差だけ開かねえように。ここを抑えて一桁差で、うわ、一桁差で行きたかったんですけど、ちょっとコールするか。嘘、全然、カスだな、カス。カスったな。第2クォーターもちょっと気合い入れていこう。またスタメン戻ってくるかな。まだ戻さない ?PG だけ入ってきたか。
OK。イエス、さあ。OK、だんだんシュートも。OK、リプレイされた、リプレイされだしたぞ。だんだん慣れてきた操作も。操作っていうかもう、ただ、シュートだけなんだけどね。まあ、あとディフェンスは元から俺下手なんで。ああ、やばい、フリー。うっそー。マジで。まあ、デポイいるかな。この試合にデポイ何人だよって感じだね。ハレル。イエス、これいったろ。うっそー。うわあ、だいや、ミスってる。でも心なしか選手の顔がなんかさらに似たような気がする。うわあ、ダメだ。かなり右。シュートリリースかなり右ってどういうこと？一回練習した方が良かったかな。ぶっつけ本番やっちゃったけど、なんか操作変わってんのかな。オッケー、エジェクション。はあ。オッケー、そこ、ハレル走ってる。ジョージ、イエスさあ。今メーター出なかったでしょ。ダンクだけなんだメーターはね、ないのは。あ、カワイ戻ってきた。ブロッピーでちょっと組み立ててみよう。ジョージ兄さん、君にタックス。いや、遅いってなっちゃった。56%カバーされてるし。やばい、逆だった。気づくの遅かった。そしてジョージ兄さん、さっきのカバー来てるけど、うまい合わせ、うまい。イエスさあ、頼むよ。オッケー、ナイス。うわ、クンポー。やっぱジョージ兄さんが一番当たってると見た。うまい、イエスさあ。もうジョージ兄さんに集めよう。で、ちゃんとクンポ抑えないと。クンポ抑えきれてねえわ。よし、ファール、よっしゃ。ちょっとフリースローできるね、これで。フリースローがどういうのかもちょっと見たかった。うわ、フリースロー。っていうかね、ちっちゃいんだよね、メーターが。分かりにくいわ。合わせにくい。単純に縦で来ると思うから横になるじゃん、メーターが。そこの違和感ていうか、フリースローでも何パーセントとか出るんだ。それはありがたいことだね。 OK、 さすがに3までは来ないな。モリス・シニア、ゴリゴリにインサイド、ゴリゴリに。もう一回戻れ、OK、やばい、抜かれたぞ。あ、ファウルしちゃった。あ、危ねえ。ファウルしちゃったかと思ったけど、やっぱポール・ジョージ兄さんか。あ、ジョージじゃねえ、ポール・ジョージとモリス間違えたぜ。うわ、ダメだ。うわ、やってられた。やべ、ちょっとダブルスコアなんだよ、単純に。やべ、ちょっとマジ、せめて一桁差にしていかねえと。やべ、ジョージ兄さんいなくなってる。それはもうカワイしかいない。これかなり右って何なの？
シュートのポジションがあれなのか、もしかして。ちょっと待って、探ろう。これが、あ、なんか違うぞ。タイミングじゃねえ、方向なのか。こうなったときに、なんかね、そのジョイスティックでシュート打つときがね、なんか違うんだよ。パワープレイ、なんか違うんだよな。なんだろう、ちょっとプラクティス練習するべきだったな。 OK、 OK、 かわいい。バブルではフリースロー、ちょっと調子悪いけどね。うまい、いけ。うわ、ブロックされた。おいおい、ズバッツ何やってんのお前。おっしゃ、嘘だろおい。おっし、オッケー。ここフリースローで得点を稼ごう。おい、曲がった。違う、マークが違う。やばい、ドフリーだぞ。OK。ミッシュズ3。うわ、ダメだ。クソ、一桁差に持ち込めなかったな。はい、じゃあ、後半戦もやっていきましょうか。ちょっとね、ダブル、ほぼほぼダブルスコアですけど、まあ、ポール・ジョージがちょっとね、13ポイントで1人気を吐いておりますので、まあ、彼をちょっと後半もね、メインで使っていきたいと思います。ダブルチーム来てます。そういう時はさばきます。その前にジャンプボールになっちゃいました。あらららららら、あー、ダメだ、負けだ。やべだ、負けたぜ。ロゴ3とかも打ちてえな。っていうかさ、デモ版さ、まあいいんだけどさ、せっかくカバーデイミアン・リラードなんだからさ、リラード使わせろよって思うんだけどね、デモ版からね。そこはなんかロゴというか、その曲がった。ちょっとシュートがね、ちょっと後で練習で探ります。その辺のカバーへの敬意はないのかってね、話ですけどね。うそ、結構ついてたでしょ、頑張って。よし、OK。やっぱもうジョージ兄さんだね、この試合は。うまい、ビバリ、口だけじゃないとこ見せろ。うそ。相変わらずダブルスコアだわ。ダブルスコアっていうか、もう20点差以上。よし、とりあえず10の桁にしよう。10台にしよう。20の台はちょっとね、ひどすぎる。ということはポールジョージ爺さんに回すってことか。で、集まってきたら、やばい、ちょっとディフェンスがいすぎた。ウィリアムズ、ルーがつくのか。ちょっとルージャ抑えられねえだろう。どういうマッチアップになってんだよ。嘘だろおい。あれで決められちゃったらどうしようもないんだけど。ウォール・ジョージはね、調子いいからポール・ジョージはずっと出てんな。
うそー、やばい、ドフリー、オッケー。ジョージ兄さん、うっそ、あれ決めないと、あれ決めないと、ちょっと待って、カバー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 、ジョージ兄さん届くかなこれ、ちょっと待って、あ、オッケー、うわー、うわ、上手、通された。ちょっと、そういえばアリウープ決めてえな、速攻のチャンスがあれば。あ、目入った、目入った今。ちょっと何そのさ、俺さスティックでシュート打つ癖ついてるからさ、そのスティックのシュート仕様が変わっちゃってんだけど。OK、 落ちた。ジョージ兄さん、ジョージ兄さん、そう、今のは決めるでしょう、ジョージ兄さんだったら。やべ、ルーがクンポっていうすげえ負担だよこれ。やばい、かぶっちゃった、あぶねー、フリー、 57% カバーだと完全にフリー、リリースなし、ルー・ウィリアムス。今のリプレイかよ。あんなのでリプレイしたんだったら全部リプレイになっちゃうぞ。Retiring, you didn't have your own network and the things that we take for granted now. So looking back on it, no, but boy, am I glad I did. やばい。やばい。嘘。オッケー。行け。嘘だろ、今完全にフリーって書いたんじゃん。なんで外しちゃうのよ。スリーが全然入んねんだけど。シャメットがうなだれてんぞ。やべ、このパスがやばい。ルー。やべ、シュートがマジで入んない。やばい、行かれちゃった。押した。クンポが強い。いや、さすがデポイ。OK、マイボー。おい、イリアソバめっちゃ似てる。似すぎ、似すぎ。似すぎだから。OK、いけ。強い。イエスさあ、久しぶりに入った。よっけー。やべ、30点差。29点差。やばいな。あー、やべ。マジっすか。やばい、やばい。くそ、打てなかったな。ロゴ3。マジでちょっとチェック来てた。ああ。やばい、差が開く一方です。やっぱあんだ。アシストオブザゲーム。まあ俺のチームじゃねえだろ。こんな感じね。いいですよ。よし、頑張ろう。30点差にはならないで終わるように頑張ろう。いや、勝ってるな。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 いいね。いいですよ。ディフェンス良かったですね、今の。やべ、ちょっとセカンドユニットでも来ちゃってる。うまい。OK。OK、OK。これセカンドユニットでね、頑張る。ノアとか出てきてもいいよね、逆に。ノアは反映されてないのか。いやあ、3回は取られんのよ。ああ、ちょっとスクリーン決まんねえんだけど。
うまい。ああ、ミスった。シュートがかすすぎた。嘘、ノーマークしてんじゃねえよ。誰だ、誰のチェックだ、おい。あ、なんかクリッパーズが、なんかが 30% しかないよみたいな。低いみたいに言われてるけど、大丈夫か。OK。あー、嘘。リリース遅かった。OK、ナイスチェック。いいです、前行け。あ、ミスった、ミスった。戻れよ、ダッシュで。お前、ダッシュ知ってんのか、お前。お前はダッシュを知ってるのか。あと単純にスター選手がいないから、もうなんか俺的にやる気じゃないっていう。すんげえミスってるし。あそこまでミスるんだ。やばい、ドフリーになっちゃってる。オッケー、いけ。押し込め。オッケー。安定のズバッツ。ズバッツはアジア系の顔が入ってるのか、なんかちょっとアジアっぽい感じもするよね。もうこれしか俺は攻める手を知らない。このもう押し込んでいく地味にもうインサイドまでゴリゴリに押し込んでいくっていう、そういうオフェンスしか俺はもう知らない。 OK、 ナイス、うまい。ダメ、いいですよ、時間使わせろ。あと5秒。やばい、思いっきりスクリーンかかった。ゴリッゴリにスクリーンかかった。もうズバッツがゴリゴリに押し込むっていうゲームに変わった、俺の中で。俺の中でもゴリゴリ、単純にシュートだけダメだな、フェイクとかしねえと。スイッチ。オッケー。No good that time. The Clippers have gone 3-7 from the floor in the fourth. That's a 42% mark in the fourth. パターソン。Here's Patterson. うわ、なに。もう単純にブロックじゃねえし、今の下でスティールだろ。うわ、やばい。一瞬めっちゃ早かった。残像拳使えなかったな。抜けるだろう、お前なら抜けるだろう。ミスってる、ミスってる。やべ、タイミングが。やべ、ちょっと気づいたらさ、やべ、30点差以上だぞ。ああ、ダメだ。ちょっとやる気ないんだけども。頼む。嘘だろ、少し早いね。完全にフリーならもう決まれよ、そこは。このご時世。フリーで打ったらもう入ろうよ。嘘、ちょっと全然じゃん。もう一回チャレンジ。ドフリーだぞ。嘘だろ、もう。ダメダメじゃねえかよ、おい。ファウルじゃん。みたいな。終わりだね。最後、コーバーをボコして。ボコす。最後。最後。なんかアリウープ的なの。アリウープ的なのやって。負けました。完全に負けました。なるほどね、いろいろ、まあ、多少マイナーチェンジじゃないけどね、やっぱ 2K20 前作とはちょっと変わってるとこもありますね。終了。ジョー・ムラマタケシの NBA TV。 ちょっと練習やっていいじゃん。やっぱり一回最初練習しとくべきだったな。少し遅い、少し遅い、遅い、むずいぞこれ。
少し遅い、全部少し遅いとか。へい。てかシュートがなんかあんのかな。やややや左って何。お、中心だって。真下に倒せばいいの。真下に押すんだ、シュートは。なるほど、真下なんだ。方向でそのタイミングじゃねえんだ。あ、タイミングじゃない。なるほど。こっちはタイミングなんだよね。あの Xbox でいうバツボタン、 X ボタンは。けど右のコントローラーでは真下にやって離すタイミングじゃない。あ、そうなんだ。じゃあちょっと左にずれると、あ、そういうこと。あ、これを知ってから俺やりたかったんだけど。あ、面白いかも。なるほどね。なるほど、1個解決したな。 OKOKOK。 最後プレイヤービルダーだね。作って実際にプレイできるのかな。カオスキャンデータを確認。カスタマイズ可能なプリセットから好きな顔を選ぶから、お手持ちの。へえ、なんかできるの。スキャン、スキャン終了。顔をスキャン、どうやってやるの。カスタマイズ可能なプリセットから好きな顔を選ぶか、お手持ちのデバイス上のスキャンが。どうやってスキャンするんだよ、よくわからん。まあいいや、ちょっと適当に選ぶ。あ、顔は選べんな。あ、また上にあるか。あ、ロジアみたいで、これいいんじゃない。ロジアにな感じで。この顔使えますか。アンパンマンみたいに言ってんじゃねえよ。チョモ。チョモって不適切な表現なのってな。知ってんすよ、なんかね、スケ20でもこの名前やったらあのダメになるんですよね。じゃあこれチョッティモにしとこう。チョッティモ、ラストネーム、ラストネーム何でもいいよ。